こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日の動画は、中学受験についてっていう話をしようと思っています。で、中学受験した方がいいとか、しなくてもいいとか、っていう動画は、YouTube でも多く出ていると思われますし、巷にも溢れていると思うので、今日の動画はちょっと違った、視点からですね、中学受験あるいは小学校の間に勉強しといてほしいこと、やっておいてほしいことっていうことで、お話を進めていければなと思っています。で、大前提なんですけれども、中学受験するとかしないとかっていう、じゃあ最終的な目標って何なのっていうと、ここに出てくる大学入試っていうことになってくると思うんですね。で、大学入試をしたとき、するにあたって、中学受験をする、あるいはしない。で、もし中学受験をするのであれば、小学校の4年生ぐらいから、小学校4、5、6の3年間かけて中学、私立の中学を狙う、この時点ですね、狙うっていう形になってくると思います。で、中学入試をすると、高校入試がなくなって中高一貫みたいな形で、6年間大学入試に向けて勉強することができますよ。で、途中に高校入試がないので、重複する、勉強の範囲でですね、重複する部分ですとか、そういったところで 無駄な時間を使わずに、スムーズな形で6年間勉強できますよっていうのが売りだと思います。で、中学受験をしないっていう形になると、小学校の間はそんなにあくせく勉強することもなく、地元の中学校へ進み、3年刻みでですね、中学入学して3年後に高校入試があって、また3年後に大学入試を迎えるっていう形の3年刻みの6年間っていう、時間軸になってくると思います。で、中学受験するかしないかは、に関わらずですね、まず絶対にやっておいてほしいことっていうのが、国語の部分が一番大きくなると思うんですけれども、小学校の、範囲で習う漢字は、これは、読めて書けてきちんと、学習しておく必要がありますよ。で、中学入試をするのであればしっかりやるのは当然なんですけれども、しないとしても地元の中学校に上がって漢字の読み書きができないよっていうことになってしまうと、国語の成績大きく響いてくることになりますので、小学校の間で習う漢字はしっかりやっておく必要がありますよねっていうところです。で、もう一つ読書なんですけれども、読書については、そんなにたくさんの量、何百冊も何千冊も読めとは言わないですし、あるいは私が、小学生の頃っていうと、もう40年以上前の話になって恐縮なんですけれども、当時はですね、なんていうんですか、昔の名著っていうんですか、そういったものを、推薦図書みたいな形で与えられて、それを読みなさいなんて言われたものですけれども、そんなことを言うつもりは全くなくて、例えば読みやすいライトノベルでもいいですし、サスペンスもの、刑事もの等々でも構わないですし、とりあえず字を追いかけて、読めない漢字がないように、で、読んだ、中から、頭の中にそのイメージが膨らむ、背景が出てくる、人物像が出てくる、その人物がどんなことを考えているのかが想像がつくっていう読解力を小学校の間に、鍛えておく、鍛えるっていうほどでもなくて、本を読むことによってそういうことが鍛えられるっていうことを経験しておくことによって、中学に入学した後の読解力っていうのは、だいぶ違ってくるんじゃないのかなと思います。で、国語の部分はそんな感じで、中学受験をしないにしてもこの部分は大事だよねっていうところなんですけれども、算数についてですね。で、中学受験をするとなると、算数の部分で、計算問題あるいは図形の問題っていうところをみっちりやっていくことになると思うんですけれども、実はこの計算問題のところ、よく代表的なところで言うと鶴亀山ですとか、なんとか山、かんとか山っていろいろ出てくるんですけれども、仮にそれを小学校の間に習わずに、中学に上がったとしても、中学に入ると方程式を習いますので、
この方程式さえきちんと、理解できれば、小学校の間のその鶴亀算ですとかなんとか算というところですねは、方程式を使うことによって解けてしまいますので、さほどそんなに重要性はない、まあ重要性はないって言ってしまうと語弊があるんですけれども、まあ重要性はないのかなっていうイメージがあります。で、まあ、もちろん頭の体操っていうか頭の訓練っていうか脳みそを鍛えるっていう部分では十分意味があるんですけれども、まあ、勉強の範囲っていうところで見れば、まあ、方程式ができるようになれば、まあ、済む話だよねっていうところではあります。で、もう一個図形の方なんですけれども、中学受験に向かって、勉強する図形っていうのが、結構発想力を鍛える部分が、大きいのかなっていうイメージがあります。で、まあ、もちろん図形の、基本的な性質ですとか特徴ですとかそういったことを学ばなければいけないんですけれども、そういうことを学んだ後にですね、ここに補助線を引けばいいんじゃないのとか、こことここをこうくっつけるとこうなるよねとか、こっち側へ折り返すと答えが見えてくるよねですとか、そういった発想力っていう部分で、だいぶ力を鍛えることができますし、この発想力、図形に関する発想力っていうのが、中学校の後半で出てくる図形の分野、あるいは高校に入ってから、取り扱う図形の分野で、大きくものを言う場合がありますし、ここは一つ小学校の間にやっておく意味はあるのかなっていう印象を持っています。で、次に英語なんですけれども、英語については小学校の間に塾に通って、あるいは英語教室に通ってやるっていうところになると、発音だったりリスニングが中心になると思うんですね。ところが、中学に上がって、高校入試、大学入試で重きを置かれるのは読みと書きが大部分になってきますので、まあ、もちろんリスニングの問題ですとかそういったところはありますけれども、まあ、今現在の日本の教育システムの中で重きが置かれているのはどうしても読みと書きっていうところになってきてしまいますので、小学校のうちに習っておくことによって発音やリスニングをですね習っておくことによって、これが、受験とは別の軸でですね考えたときに、ネイティブに近い発音を身につけたいですとか、あるいはネイティブとスラスラ会話ができるように、ネイティブの発音が、しっかり理解できる聞き取れるっていう、ことを鍛えるのであれば十分意味はあることだとは思うんですが、こと大学入試っていうところで見ると、まあ、ここはそんなに、重きを置かなくてもいいのかな。逆に言ったら中学に入って、中学入学後にアルファベットから始まって、きちんと3年間勉強することによって高校入試には十分、対応できるようになりますし、高校に入ってからのまた3年間英語を勉強することによって、大学入試にも、十分対応できるようになると思いますので、小学校の間のこの部分っていうのは、まあ、こと入試に関しては、まあ、それほど重きを置かなくてもいいのかなっていう気がしています。で、勉強とはまた関係ないんですけれども、まあ、その他っていうところで運動と音楽、その他っていう形で取り上げたんですけれども、まあ、運動だと例えば野球ですとかサッカー、メジャーなところではですね、あるいは音楽ですとピアノだとかバイオリンだとか、あるいは、両方組み合わせるような、ものとして、バレエ、女の子なんか多いですよね、バレエって言ってもバレーボールではなくてバレリーナになるようなバレエですねをやっておくとかっていうことで、小学校の間しっかりと、身につけておくことによって中学校に上がってから、県大会ですとかそういったものが見えてくる、まあ、運動ばっかりじゃなくて音楽でも発表会ですとか、あるいは絵を描くとかそういったことでも、まあ、県で表彰されるとかそういったことが見えてくる。で、おのずと、そういう成績っていうのは、埼玉県の、入試の情報なんかの動画を、これまで随分上げてきましたけれども、そこで見えてくるのが
高校入試の時の加点になりますよ。で、もちろん推薦で、高校に入ることも見えてくるかもしれないですよ。で、高校に入った後、また県大会に出たりですとか、もしかしたらインターハイに出たりですとかっていう形で、小学校の頃から続けてきた種目が大学入試でですね、生かされて、推薦っていう形で大学を決めることができるかもしれないですよ。で、特に近年ですね、大学の入試が、多様化される中でですね、学科の入試、筆記試験の入試で入る、学生の数が、特に私立の文系なんかですと4割程度って言われています。で、推薦で入る子が6割程度って言われています。まあこれももちろん上位校になればなるほどこちらが多くて、っていうところはあるかとは思うんですけれども、おしなべてこんな数字が出てきています。ですので、小学校のうちに何か一種目やっておくことによって大学入試でだいぶ見えてくる景色が違うのかなっていうところがあります。ですので、中学受験をするのかしないのか、するとしたらこんなに勉強しなきゃいけないとか、経済的にこんだけ、費用がかかるですとか、そういったことだけではなくてですね、もし中学受験はしないよっていうことであっても、まあ、今回はこの4つの種目に大まかに分けてお話ししましたけれども、まずやっといていただきたいこととしては、漢字の勉強、読書の習慣っていうところはしっかり身につけておくようにしていただいて、で、その他もし何かもう一つ何かできるのであれば、もう全部が全部とは言いませんので、何か一つで結構ですので、例えば算数だったら図形だけはなんか、問題集でもいいですし、図形を面倒見よく見てくれる塾でも構わないですし、そういったことで、図形を重点的に、小学校のうちにやっておこうっていうのも一つの手だと思いますし、あるいは、大学入試とは別の、軸の話にはなりますけれども、発音とリスニング、英語をきちんとやっておくことによって、中学校でまた読み書きで再スタートにはなってしまいますけれども、ここでまあ多少のアドバンテージがあって、中学高校の6年間英語を得意科目として、大学入試に向かっていくということもできますし、あるいは運動、音楽、何かを武器にして大学入試に向かっていくということもありますし、ですので、この辺の一つをですね、ぜひ、お子さんに身につけさせてあげたらいかがかなと思っています。で、一番イメージつきづらいのがこの算数、数学のですね、図形の発想力っていうところになってくるかと思いますので、じゃあ中学受験の勉強をするとどんな発想力が身につくのっていうところをですね、次の動画でですね、一つ問題を挙げて、例を挙げながらですね、ご説明できればなと思っています。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。ではさよなら。